テロップ打ちつつ、え、可愛くない？背景。可愛い。トカゲちゃんポジション。ショート、ヤッホー。トラシュー、こんばんは。トリちゃん。今日トリンちゃんがくれた帽子つけてた。しおち、おち。今日は楽、あの楽一楽座の時もさ、反応してくれて嬉しかった。しおちは、しおちみたいな、うん、嬉しかった。しおちだよ。鈴木。鈴木やっほー。やーやん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 。あいたたどんどんどん。ふふふふふふ。トップガンにさ、あ、帽子つけてくれて嬉しかった。そう、みんなつけてよね、あれ。一緒にしよう。メリー鈴木ってだから、ルー大島みたいだね。アイドちゃんこんばんは。やっほー、アイドちゃん。フォックス、こんばんざい。めっちゃ可愛いやん。しおり？クロさんこんばんは。最近よりもしおりちゃんの方が、イケボ？イケボだわ。可愛くない？びっくりしたんだけど。メリークリスマス2021って書いてあるよ。今2021だっけ。2021か。あれだ、この前さ、年賀状のさ、特典書いてたの、みんなの。だからもうなんか最近2022ってさ、めちゃくちゃ書いてたから、なんか今2022年のような気がしてしたけど、違ったわ。あわてんぼうのサンタクロースクリスマス。はい、よしおちが会員。あ、同じこと言ってる。会員。課金。まーちゃん、やっほー。え、帽子姿見たかった。見たかった。写真撮ってなかったわ。みじくん、やっほー。赤ちゃん。赤ちゃん。あわてぼうのサンタクロースクリス。あ、ちーくん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 、あの、あれ嬉しかったよ、質問箱のやつ。あれ返してないんですよ。ジョコさんこんばんは。新幹線のお楽みのがしおち帰ってたのね、大阪に。嬉しかったよ。昨日会えた。クピポちゃん、やっほー。しおちゃんぽよ。クピポちゃんぽよ。ね、蜂来れるみたいなツイート見たよ。仕事はお宅帰宅、お疲れ。ストーンちゃん、怖いよ。お洋服、今日はニットやね。ニットやね。本当は半ズボン履いてたけど、寒すぎて下はもうあの長ズボンに履きました。パジャマ履きました。で、下も長ズボン履きました。パジャマ下もこもこだ。ダサい、急にダサい。ダメよ、見たらこんなの。寒いじゃん。みちくん、お疲れジャパン、ありがとう。
もうなんで挨拶だけってもうなの今。ちょっと待ってよ。あわてんぼサンタクロースクリスマスマイ。ちょっとカバンの中からペンを出します。え、合わないの？サンタ帽？サンタ帽に合わなかったらサンタ服は？あがてぼのサンタクロース、クリスマス前にやってきた。アフロダイナマイトのこれが出てきます。レイラのアフロがご機嫌に踊り散らかしてる。 ゴー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 まーちゃんこんにちは。おちょりちなかしておく。かわいい髪に描いてあげる。いいですよ。イブイブやばいよね。今日はイブイブ、明日はイブ。イブちゃんです。イブちゃんです。イワちゃんなんでもうなるから、お仕事かな、お仕事じゃなかったらどうしようって思いながら、お仕事お疲れ様って、ちょっとメッセージ無音の人にね、ちょっとメッセージを書いてみます。特別に雪だるまの書いてあげよう。マフラーもつけてあげよう。キモいの出来上がり。ニチのライブ頑張ってください。ありがとう。よー日曜日、サンタクロース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 、なんちゃって。見てね、見えてるかなね、この肝、肝雪だるまとともに写真撮ってない。今日私服で一回も写真撮ってないかもしれない。あ、えなちゃんお疲れ様、ありがとう。えなちゃんありがとう。あ、そう、えなちゃんでさ、お菓子の話したじゃん。これだけ食べてなかった。賞味期限がなんか大丈夫だったんだよね。なんか他のやつに比べたらね、賞味期限ね、長かったのに、ね、これだけ食べてない。クッキー大好きだった、美味しかった。クッキーになるやつ、すっごく美味しかった。クッキーちゃん、大好き、クッキー大好き。前ね、ステラおばさんのクッキーみたいなやつ自分で買ったぐらいには好きだよ。大好きやる。おばちゃん、ストレートヘアがとても可愛い。今日はストレートよ。そうか、モーリーさんストレート好きだ。なんか送ったっけ。ね、1週間前ぐらいの質問箱じゃないけど、なんかメッセージ送ってくださいのやつ。嵐だって、あ、待ってたそれを。今日もない。みちくん可愛い。ゆきうさぎさん、こんにちは。ゆきうさぎ、ゆきうさぎ、ぴったりめのニット最強。そう、ちょっとぴったりしちゃう。 M サイズでこれよ。よかったらサイズ買わなくて、なんか出ちゃうとこやったよね。かわいい。てろてろまろ、こんにちは。言わなければ明日わかんない。そして見しちゃった。お茶目だって。早く1月4日になる。次1月4日の会えるの楽しみにしてる。イエーイ。でも2週間ぐらいで会えるやな。ジェ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 
んにちは。ふーちゃんこんばんは。ふーちゃんこんばんは。ルームモッシュ、ルームやの超超可愛くない？ずっとこれでいいんだけど、一年中クリスマスだろうがクリスマスなのかな、ずっとこれでいいのだが、今日コールありだったの。そう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 、そうだったよ。ありがとう。またあ消えてった、うん、昨日から大阪と名古屋の移動が、大阪と名古屋を移動してる人なの？大阪と名古屋ってどんぐらい時間かかるんだろうね。最近しおりさんが可愛すぎて仕方ないのですが、どうすればいいですか？可愛いって思ってるわけ。 OK OK、 イベント出て見て、そうです。森さんじゃなかった。森さんはストレート、そんなイメージある、あります。今日のストレートヘア、ストレートヘアって言ってもね、ここだけ片耳、片の方の耳を出してる。なんか両方だとね、顔が隠れちゃうから、片だけ。ここはゴムで結んでる。でこう出てきちゃうからね、ってこと。見て、早く、ああ悲しい。でもあと3日ぐらいで終わっちゃう。こんなに楽しいのに。まあいいもんね、4日後だってさ、クリスマスまでみんなでカウントダウンしよう。クリスマスまであと364日ってことや。かわいいやん。チョキも買おうかなって思ったら裏壊った泣いた。チョキはサンタさんの時の方がいいよ。まあ、今日見てクマみたいな格好してるんだ。赤色のクマね。新よりマーキのあゆうた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 ちゃん。あとは仕事がないこと。1月10日絶対にない、絶対にない絶対にない。クリスマス週になっちゃう。そうよ、なっちゃう。あのね、メリークリスマスとも書いてあるし、もうね、多分ね、ショールームの人も多分好きなんだと思う、ね、石原さとみさんね。この前ドンキ行ったんだけどさ、その時一応クリスマス、行ったの、かわいい。行ったところを見たかったよ、しおりは無理やり着させたい、絶対に。あの今年がとかじゃなくて、これからね、ちょっとずつこうおねだりして、少しのおねだりを重ねていくの。とよしひろこんばんは。やっほー。よくはゆまちゃんにいろいろとお願いされてるから行かない。絶対ゆまちゃんとじゃないよ、しおりに会いに行くんでしょ、うん、何時間の移動。3時間なんだ。バスとかってことかな。大阪からなんか昨日しおち見ながら寝落ちしちゃった。寝やすい顔してるよね、しおりって。お疲れ様、一緒ありがとう、おやすみなさい。あら、おやすみ。元気？まる、これモリモリポーズ。見てしおり、みんな見てしおりの筋肉。筋肉困っちゃうよね。ボディービルダーなんだ、実は。ボディービルダーみたいな腕にしようかな。あ、かわいいさでしょ？超かわいい！よっち、こんばんは。ジジイサンタちゃん！ルーダーちゃおう。はいじゃん、このままちょっとさ書き出してこうよ。ふーちゃんが絶叫してる。見て、見える？山描いた。ムキーさん、気をつけなくていいの？確かに。どう？ティッシュにしよう、ティッシュ。
ショールームの背景綺麗とツイート見たから、え、可愛いでしょ。ちょっとさ、さっき配信始めようとしたらさ、このさ背景でめちゃくちゃテンション上がった。みんなその通気、なんか耳出さないとなんか暗く見えちゃうんだよ、顔長いしね。見て、微妙横浜のステラおばさんの、え、美味しいよね。でさ、サボテンとクラブの時にさ、横浜駅で集合するのいつもね、その時にさ、たまに買うなんか横浜駅のと西南西口みたいなところから30秒ぐらい歩いてあるよね、そこで買う。美味しい。なんかのバニラの匂い、独特のさ、あのクッキー屋さんが作りました、あの匂いがいいよね。すごくすごくいいよ。サンタの時の配信見えるから仕事で迎えないかも。 25? しょうちがその気なら春夏春夏秋でもクリスマス、そうよ。そういうこと。だってしょうちも1年間さ帽子かぶっとるもん、去年の10月くらいか。多分365日さサンタかぶってる人しおりしかおらんやろ多分ね。福君こんばんは。帽子がな、確かにない。どこに行ったんだろう、どこに行っちゃったのね。天の三角のこれ全然帽子じゃないわ、今日のさ髪飾り。クリスマス似合うじゃん、それっぽくて笑う。クリスマスナイこれ、プレゼントは私ってやればよ。福君こんばんは。やっぱ鍛えたよね。え、でしょ、ムキムキなんよ。どうしよう。1588、あと12日で1600日、1600記念日どうしようかな。のんみーさんこんにちは。耳に肩にちっちゃいハムスター乗せたいのかい。は、しょっちゅう会うために行くのよ、けど昨日の謎の流れでそういうやだ。話になった、 Z 話になった。 Z 25日久しぶりに会えるの楽しみ。カフェオレさんに、あ、で誕生日だよね。25日おめでとう。ジェジェジェ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。誕生日だね。クリスマスの日が誕生日だとクリスマス1個あ、違うクリスマスの日が誕生日だとプレゼント1個、ケーキも1個。しおちゃんがマッチョでサンタさんで、え、でしょ、よしおのさマッチョふーちゃんに見せてあげる。そうだ、今日も何かを投げてくれてる人がいる読み上げます。ウルトラマンネクサス、すっごい名前、面白い人がサイリウムを投げてくれてた、ありがとう。よしひろ、星みたいな、雪みたいな、ありがとう。これ雪の結晶っていうんかな、これ。あなたの山口県を二の腕で表現した。山口はこういう形だから。今日職場の人と初めて飲み会したんだけど、なぜかサンタはいつまで信じてるか色の。おー、いいね。日曜日は今日この話しただろうなと思って聞く。いつまで信じてた。しおりはね、小3か4かの時にしおりサンタさんに一輪車頼んでた。その時学校ですっごい一輪車入ってて、ほんとその時の同級生半分ぐらいクリスマスプレゼント一輪車だったんだけど、その時一輪車頼んだろ。で、あ、クリスマスサンタさんに出てきた分楽しみだなと思ってたら、でよくあの私のお家はあの週に1回ぐらい、週に1回か2週間に1回ぐらい家族みんなでお出かけしてたの。その時になんか、なんかサンタさんになんかこれあれいいよって希望を出すからなんか見に行くみたいな。で見に行ったの、自転車屋さんにね。で、あーこれがいいねとか言って、あーはーはーってお家帰るやん。お家帰って、うん、荷物をさいっぱい買ったの多分その時で、車の荷台から荷物を
こう家に運ぶやつをしとって、で、くるでさ、家族みんなでさ、荷物を運ぶのしとったよ。そしたらさ、さっき欲しいって言ってた一輪車がそこにあったの。大泣きして、あーってここにあるのって言ったら、パパとママがもう超気まずそうにしてて、ウケた。その時でした、小3か小4。もう小2が小3か小4の時はふみが小5か小6、妹が2個下だから小1か小2だったんだけど、小2小のために話し合わせてくれてたんだって、妹も。ちょっと悲しい悲しいよ。小学校の時に知ったっていう。で、日曜日は慌てんぼうのサンタクロース、スジミス A のスジ知ってる？韓国のアイドルのミスジで、スジです。前の方が顔長いからしおち長くの本当じゃ、今度顔が長い競争しようよ。マジ顔長いの、顔が長いからおでこ出すのとかもね、似合わない。おでこ出すの嫌だ。背景にあって可愛いだろ、可愛いんだろ。はるこまちゃんやっほー、ねえ今日デートしてたおやつぼよ、やっほー。しおちゃん、あ、こんにちは、写真見せに来たみたいなコメントするやん。しおちゃんバディなんかいっちゃいいよ、マジ。じゃ自分の香水が一番好きよ。自分の香水とのボディクリームのバターみたいな匂いが一番好き。それハンドクリーム、ハンドクリームこの前私物特典であげちゃったからないんだけど、もうみんなこれ買った方がいいよってぐらい好きな匂い。このもう使いすぎて汚いんだけど、向こう駅着くとたい焼き買ってしょ、え、なんだっけ、栗子あん、お帽子ヤーネの上に落としてんじゃないの、ヤーネ何の話。でも何今の音、何の音、うん、何の音、ハロウィンでも出た、うん、ラプンツェルこんばんは、シャンタシャン、そうよ、見てーってこと。高橋1個、あーなるほどね、合計金額ってこと？高いやつ？大きさが？価格が？これちゃんにギュッと動くんか、ね、かわいいね動くやつ。なんか今日体調よくなるんだ、え、早く寝て、それは体調よくないとね、体調が一番ですから、体調が何よりも大事です。ちょいちょい食べにだけに行くので、今ちゃんに何持っていかず大丈夫ってことです。え、何の約束してんの、カラサイ同士20億？頑張ってお願い花火でしょ、寒くて実は半袖で寒い。周知姫こんばんは、サンタさん、そうよ、私がサンタ、みんな私がサンタだよ、うん。何もないなら何に影響されます、何もない、どういうこと、あちこさん、あちこさん、こんにちは。クリスマス塩クリスタ塩タクロースパ、今靴下脱いであげる、キラーン、今日の足、これ見えたらダサいか、マクロね、あのパジャマ着たんで蒸れるで、いいでしょ、こんばんは、サンタのおばか、ゆきやっほー、私もあるね、そういうエピソード、え、なになになに教えてよ、みんなで合コンしよう、合コン、そしたら歌ったらバナナ入れたらサンタするよ、もうバナナ入れたらめっちゃ超良さそう、競争したらダントツで勝っちまう、顔の長さなんて可愛いエピソードなんだよ、俺は覚えてないけどピュアだから、一緒じゃんか、一緒だよ、シロチョウ参加賞4だもん、かわいい、かわいい、信じてたの、かわいい、いるよサンタ、サンタいるよ、絶対信じてた方がいいよ、ほらここにいる、
昨日デッドドクテンしようとにいいね、しょうちゃんからいいね来てた。そうよ、あアンダースやねん。は、誰かとするんだね。ひさこんばんは。足裏パチパチ可愛いでしょ、湘南市の裏みんなに見せてあげた。ガキの、あ、ごめんごめん、ちょっとついもう一回、あしこさんこんばんは。まばたき10個、まばたき10個とあくびどっちが好き？あなたのサンタクロースクリスマスだ。死ねたんだ、やっほー。アンダーズってなーに、アンダーズって何ってことで、アンダーズで何。そろそろ寝ます、おやすみ、おやすみ。明日の裏ごちそうさまです。いいよ、いい写真が撮れましたか。足のツルリンクよ。そうよ、足の足のツルツル、旬のお肌も顔もこんぐらいツルツルがいい。8日さんステージ忙しいからお弁当用意するかしようかとか買ってきてって話になりました。服部さんに言われたの。そんなん、確かに8日でサンステージやるか楽しみよ。大阪ね、そうだ8日皆さん遠征なんでよろしくっす。レミタンヤッホー。どこかで鐘が鳴って、こんにちは、アンコール、アンコール、テレテレテ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 。サンタさん、かわいいだろう、かわいいだろうとか。でもね、25日あのね、25日の夜でね、ライブがあるんですけど、お手持ち、その時の25日の夜のライブでそれはもうこれじゃないよ、今年用に買いましたのやつを着ます。もう今年はすごく気合が入って、すごい気合が入ってるなって、ちょっともう見ただけで分かるから、恥ずかしい今日気合入ってるから、そういうことなんです。こんばんは、よろしくっす。それからの真似難しい。ごめん、今度はこっちが音だけしか聞けちょっとうちは仲悪い。慌てぼうてあー、楽しみ。サンドさん普通だね、奇遇だねだった。実は俺職業、あ、本当？やった。じゃあどうしようかな。ソリに乗ってもらおう。ソリ、職業ソリなんだよね。ご主人が運搬してあげるね。絶対来たらすごい。見たやほー。クロキさんもミクのビブラート本当やった。カラオケの動画ずっと見る。あの時あら、私たちの世界だよ。職業の、職業のアイス美味しい。すごい、アイスさ、アイス食べてるんだろうけど、この感じするとなんかすごい、なんかあれだね、ハーモニー。ハーモニー25、恋、なんか、何今日何、愛とか恋とかの好きなの？ウケる。25、恋、恋。タンタタン、タンタタン。輝いたのは輝いて、リップ塗っちゃった。太陽でもなくて君だと気づいた時から、あの硬くなで25日ライブ行きたかった。泣き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 スタンプ10個。
何の予定があるんだよ。来てる君、何の予定があるってんだい。よ、今日はありがとう。森楽しかったな。大丈夫だった今日の感じ。大丈夫だった。アンダーズってユニットができたら、なんていうのなんかね、アンダーズって何かって思ってるかもしれないけど、アンダーズっていうのは、まあ、8000ユニット、なんていうの、あの、古文みたいな感じ、バンズジャパンの古文って感じなんだけど、アンダーズは何かという、言うとコンセプトは特にないんだけど、なんか例えば、なんか頑張りたい何かがある人、まあ、みんなが、まあ、頑張ってるんだけど、特に、バンズジャパンの時間、以外でもなんかその頑張りたいっていう意味で、いつもバンドジャパンよりもレッスンが週に1回多かったり、あのなんか毎日なんかみんなであのいろんなことをしてるんですわね。でしおりはなんかそのアンダーズの人はやりたいって人が集まったっていうか、頑張りたいことがある人が希望を出してあの集まってるんだけど、しおりはさっきもちょっと私ダンスが下手じゃないですか。なんでなんか歌はなんか上手くないけど、歌は下手だと思ったから、1年半前ぐらいに、ボイトレに一旦行き出してから、そこから続けてて、もちょっとは良くなったかもしれない。でもダンスがやっぱりダメで、なんで、それだとダンスを頑張りたいっていうのと、やっぱなんか初心に戻って、なんかすごいなんか、頑張る、なんて言うんだろう、いろんなことを頑張りたいんで、その一つ一つをこう、みんなで突き止めていくっていうか、 なんか探していくみたいな、 なんかお互いに足りないものを探したり、いいところを伸ばしたり、なんかそういう感じをのなんかいろんな課題をこう見つけて、それになんかこうなんていうのって感じなんだけど、しおりは前回なんかしおりとほんのかちゃんがワクチンで出れなくてライブ6人になったんよ。で今日やっと8人揃って、そう感じでしたね。なんでまあアンダーズは要するにまあ自分からこうもっと頑張らなくってはというメンバーが集まりました。なんで今日もレッスンだし、明日もなんかいつもレッスンがあるとは別にあるんじゃない、アンダーズとか。なんでまあそんなすぐ変わらないと思うけど、コツコツ頑張って何か少し変わったらいいなと。メンバーはいつか変わるかもしれないし変わらないかもしれない、その辺もちょっと詳しくない、私たちは詳しくないということって感じでございます。あ、本当に大手町、違うこと言った、もしかして怖い怖い。デジボクこんばんは、25会えるの楽しみにしてるよ、こんばんは。バンザイさんでチェキはおいくら、初めてバンザイジャパンのメンバーとチェキ取るときは1枚無料なんだけど、2枚目以降の通常は1500円で、レギュレーションが1個しかなくて、なんかサインのみとか白とか、なんか落書きとか、なんかそう、なんか分けられてるんではなくて、1種類で、サイン、日付、コメント名前とか、特に決まってないっていう感じです。で、なんかワンマンとか、すごい、ありがたいことにいっぱいいるときとか、あと会場が厳しい時とかは白チェキ返し、結構ワンマンもそうなんだけど、白チェキ返しって言って、そのまま何も書かずに、パッて取ったままをお返しする時があるんだけど、その時は、その白のまま何も書いてないままのチェキを対バンの時とかで持ってきてくれたらその分も書けるって感じ。で、その白チェキを書くタイミングとしては、その列、その日に、まあ、買ってくれて、並んでくれた列が空いてきたら行きます。なんか並んでもらうことには、そのチロチェキを書いてほしいって方が並んでもらうみたいな感じになる。その通常列がはけたらっていうか、はけそうだったらみたいな、その様子見るみたいな。でもまあ通常は 1.5 っすソリハンソリマジタカシなんなんちゅう誰だかね、だだだクリスマス来なくていいから、クリスマス前の雰囲気一緒。わかるわかる、それなんよ、このキラキラでさ、可愛いし、なんかコンビニとかもさ、もうか、なんかでさ、なんかさ、窓ガラスとかにいっぱいなんかシール貼ってあったりさ、可愛いったららしない。ずっとこれがいい。冬終わるまで。冬って3月ぐらいまででしょ。ずっとこれがいいんだ。何の予定があるかって、バイトか！頑張れ！頑張れ、バイト。
チョンジレサンタさんからの手紙でキキララのイラストが書いてあって足が違うってた父が間違えちゃって怖いめっちゃ可愛くない？え、なんであんたが山に乗ってらったの？え、お父さんすごい可愛くない？ギチ可愛いじゃん。可愛い、隠せないタイプのパピーなんだね。チョチボラーメン食べてておめでとう。何味？こちら豚骨が好き。そうだ、この前ね、煮干しラーメンを食べてすっごい美味しかったから、ツイッターしよう。言ってみなかった。そう、今日さっき着替えて配信中に一回ラジオにして、魔女の子たちは向上心、そう、まあ、向上心の塊ってこと。あ、その言葉いいね。あんたは見とこ、え、2回しかやったことないもん次決まってないし、まあ頻度的な1ヶ月に1回くらいかな多分。あんたはそのコンセプトなんていうのでもね、なんか決まってるコンセプトはない、まあ雰囲気かな私たちは頑張りたい。そう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 、そういうこと。あんたはシュールというか、仲間たちの主人公みたいな草なんだけどなんかさ、前回さ、ワクチンで出られなかっただけなのに、なんかさ、昨日なんかツイートしたら、なんかすごいみんな、えみたいな言うて、えそんな驚くみたいな。しょっちゅうにしかプレゼントしない。え、いいじゃん、一途なサンタってことよ。素敵。勉強会みたいな。あ、まあ、そういうことだね。だからすごい仲いいよ。まあ、みんななんだけどね。はーい。ほー、メモして。メモ。今日も偉いのしゅうちゃんしよ。立候補、あ、そうそうそう、立候補。突然アンダーズって目にして、まあそりゃそうだよね、確かに。なんだなんだってそりゃそうなんよ。今日はね4曲だったんだけど、勝利が出たら3曲で、ね、願い星との昨日ともう飲んじゃった1回目の戻りたいと、あと2番の出だしのところ、横を見ればのと、新月踊り、しかも今日あれやったでしょ、リフトをしおりと葵ちゃんでゆうきちゃんをあげました、もちまる。めっちゃ練習して今日もめっちゃ練習して、本番がでも一番うまくいったの、何にも微動だにしなかった。しおりと葵ちゃんはもうマッチョってことだから、またやりたい、あげるの。あげるの楽しい。じゃあ、お雑煮も食べたいから、いいタイミングでお正月頼むっていう方？あ、たまにお正月、あ、いいよ。食べるの美味しいよね。お餅とかさ。だから、餅みたいな顔になるんだよね。で、1ヶ月に1回、正月入れてあげる。でも、気温は、20度ぐらいがいいな。1年間20度で、でもクリスマスで1年に1回プールと正月といいね。豚骨醤油系ラーメンが好き。クリスマスは辛味チキンに決めた。あれが好きよ。やっぱケンタッキーさ。てかバイトの子は髪見せるからまた変わって、今度めちゃくちゃ青色になって、めっちゃ感触好きやん。シンコさんヤッホー、いい青でした。めっちゃ気になるけど、もちこめっちゃ軽そう。そうなのよ、全然プルプルしなかったのよ。ねえみんな、あ、むひろさん来た。ねえむひろさん、全然プルプルしてなかったでしょ。他の人もあげたい。チムルは軽い軽い。シュリさんめっちゃ握力弱そうみたいなさ、よくイメージあると思うけどさ、自分で言うのもなんだけど、なんか結構そう言われがちなの、なんか弱そうって思うやん。おかしいんじゃい。もう全然顔色あ変わらずにあげられたから、ダダダダ、あ、みんな見て調子でしようと思って私と同じ顔してる、絵が得意だからつい口走っちゃうんだと思う。可愛いね、調子のレッドを崩する気持ちを小学生なのに大人や。クリスマスおめでとう、ありがとう。寒くなって鼻水出てきたから寒いです自分から来てんのに寒いんですか。お疲れ、ありがとうね、むひろさん。楽しかったよ、しかも今日スーツが見れたので、それは嬉しい。
スーツが一番よね。結局ね、どんな服よりもスーツは勝てん。私はスーツがね一番好きなんですよ、服装の中で。男の人でもスーツも好きだけど、そのスーツっぽい服も好きなの。そのなんて言うんだろう、そのシックなのが好きなのかな、色が。でも別になんかシャキシャキしてろってわけじゃないけど、そういう色が好きなのかもしれない。しんこさんクリス、あ、読んだ。明るい？しおりが？ケンタ、当たり外れの愛。何する当たり外れ。なんか場所が違うってこと？ちょっと寒さに負けてさ、洋服着替えるね、私服に。してなかった？何を？プルプルでしょ？え、マジですごかったでしょ？びっくりした？今日マジ一番今日は気合入ってた。やるぜ。まさかしおりがあげるとは思わんだろう。しおりがあげれなかったらマリアさんがあげる予定だったの。絶対にあげたいと思って、コツ聞いたいメンバーに。よくあげるメンバーに聞いてやりました。でも着替え中、さっき着てた服、さっき着てた服も寒いけど、これも肩が出てるからもうほぼマッパなんよ。肩が出てたらマジマッパだよね。マジマッパ。ヒーターもつけて。はい、天才。やっぱ森ひろさんブロックして男だった。あ、ねえ。サンタさんにポイチしたらバレた。横髪がなくなった。サムコ。今日クリスマスケーキ違った、ケンタッキー食べてよ、クリスマスの香り。やばっ、もうクリスマスじゃん。お金ポンチや、お金ポンチ。さすがマッチョでしょ。翔太ヤッホー、翔太翔ちぽよ、翔ちあげたい。いいよ、じゃあ今度さこうやってやるね、今度あげて。こんばんは。飯ならもらい忘れました。飯ならもらい忘れました。もらいに来てください。今までね、まっすぐバージョンとツインテールバージョンがあと最近新しいやつができたらしくて、でも遠征組は事務所に行ってないのでもらってないんですよ。3種類になりますね、ついに。大悟くん、え、大悟くんじゃん。起きてる。ヤッホー、メズラだね、メズラ。その点、辛味チキンはいつも大谷。あー、辛味チキン全然食べない。辛いの苦手だから食べられないんだよね。ほっせー、何がフロアで星くんが上がらなかった。え、見てたよ。いや、上がら、そこ上がらんのかい。いや、あなたは結構強い。何が、え、力でしょ。え、これガチだよ、みんな。マジでなんか力弱そうに見えるかもしんないけど、握力強いよ。体力テストだってさ、平均より高かったもん。何のって感じ。力強く遊びで任せて、しおりに荷物開けられない時とかよくメンバーの開けてるよ。ふみのよく開け、ふみ握力弱いから。動画押しといた。あげられたいいよ。え、誰まで、誰、なんかさ、今回はもちまるさんっていうのもめちゃくちゃ軽ちゃうんとか。で歩く力の弱い姉が手に握ってるものを指を一歩一歩こじ開けて取り上げる。そうだよ。よくふみがさ、一緒にあのさ持ってるものとか取るやん。取り返すからさ。特攻服？こんなやつ？それじゃ明るい、そういうこと。生着替え。前働いてたところがスーツ屋さんだったか。え？スーツ屋さんでやってるってのは絶対それさ制服スーツでしょ。今ラ、そうそう、ラ族だったよ。肩かわいい。あ、来た、ラ族。間違えた、肩。マッパなら肩出すのはずいやん。マッパなら肩出す。大肩？どうせ私思うんだよね。なんか水着とかよりさ、こういうのの方がいい。あの、面積出てるの。スーツ、普段ほぼ着ない。なんで？着なよ。私服として着るのどう？マジマーハ？かわいい。そう、これ肩って言うけど腕なんだよ。
強いのギャップの、え、そうだよ、こうなんか本当になんかさ、めっちゃ言われるのも昔から、本当に学生の中学校の高校の時から体弱そう、体調すぐ壊れそうとか、力弱そうとか、ご飯消食症とか、消食症とか言われるの。だから全部気を足をそそうとか、結構全部弱々しい印象を持たれるのね。中には合ってるものと合ってないものがあるけど、特に力は本当に強い。任せろ。え、今度肩パンチいいよ、折れるから骨。ツインテールと新しい名刺今度もらえ、あ、ツインテールまっすぐこのこういうのしかないか。そうだ、3つになるから。もうね、ツインテールはちょっとあるけど、この形のこのストレートのやつの名刺が少ない。もうほぼないか、もう取っとかないと。ライブが楽しかったよ。すごいすごい、いつもすぐ寝ちゃうのに。飯でもらえ、言えばもらえ、あ、全然あげれるよ、あいつって。物販の時とか持ってなかったらね、あ、持ってないって時もあるけど、持ってる時は。ショートカット、ボブ。切りましたの。切りましたの。私がマッパなら肩出してるはず。あ、これなんだ、なんだ、これなんだっけ。あ、私がマッパなら肩出してる。あ、そういうことか。腕ないよ。ララ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 。とりあえず25楽しみして、楽しみしてるよ。久しぶりに会ってクリスマスってめっちゃ良くない？マジマッパ、あ、マジマッパが。今度スーツ着て少女のとこ、絶対来て。水着で出るくらいなら面積多め、なんかそっちの方がさ、なんか良くない？グッとくるんだけど、しおり。このぐらいの方がなんかさ、想像しちゃうじゃん。なんか昨日イングに出た時にしおりちゃんが着てたのだって。え、これ？え、これイングだよ。これもなし、あのチェックのやつ。飲食だから出勤はほとんど食。なるほどね、食食器。あ、てて、たべん。任せろ。承知にスーツ、写真送ってからな、送ってたからだと思ったらまだだった。送ってよ。全然着ないの、いつも。ピアノの握力も、腕力も鍛える。ああ、あるかもね。それはあるかも。帰宅帰るしたくなう、あ、帰宅帰るしたくて、どっち、帰宅寝るしたくなう、また着替えちゃう。そうよ、戻った。これボブ、ボブちゃん、ボボ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 、特に、あ、それ勝利の話、勝利はすんの、すぐ変態だから、そっち何でもかんのかな。あ、いなボブちゃん、勝利はロング。どうやったらそれっぽく見えるんだろうね。プリンちゃん、こんにちは。お好きに失礼します。今日もかわいい少女とか言ってくれてありがとう。ひみこさんはこういう感じやろ、なんか分からんな、こういう感じか。ただいまおかえり。お先に失礼します。あ、これ読んだかな。ボブみたい、ボブはもう手よ、手スクショいいやん。取れたか、取れたか。あ、めっちゃいい。ワンピースのは黒だけしかなかったです。水色の、そうなの。書類が出た時全部いっぱいあった。
今日売れてたのかな。3つヒーターで髪の毛がボワンボワンな。ピアノしてる人は指でドーンってこう直視。かわいい、天気取れてありがとう。じゃあ寝るね、おやすみ。おやすみ。今日は間に合ってくれて嬉しかった。なんか昨日ツイートしてたからさ、頑張って、みたいな。行かないで、今日が昨日ツイートしてたからね、間に合ったらいいなと思って、会えて嬉しかった。こんなんちゃんと1月3日だけいるよ。ツイートしなきゃね。知らなかったんだよね、さっきしたツイッターで。明日もゴーゴーガーガー頑張って。ラブーツレシミーってことで、明日はライブがねえんですけど、明後日がね、24日はサウザンドクラブであるので来てください。あと25日がもうねクリスマスってことなんですよ。人生の本番、来てくださいね。2個ライブがあります。撮れたら撮って。26から、去年でかいところでさ、あれやったよね、カットアップだっけ、あれカットアップだっけ、どこだったっけ。ラブッチおやすみ、福君おやすみ、慎吾さんお疲れ様でした、ありがとう。バリューお疲れ様でした、ありがとう。バリュー頑張って、バイト、クリスマスバイトでも、クリスマスもバイトをしてくれる人がいるから成り立ってるってこと、分かった。だからバリューは去ったってこと、決まった。おやすみなさい。お顔見られてよかった、よかった。皆さんクリスマス楽しみにしてるからね。これやってきたよ。ちょっと行ってくる。どこに行ってくるんだよ、どこに行ってくるんだよ。レッスン見学したい、リリーブ特典でもなんかね、なんかそう、リリーブ特典で何をやりますかってたまにメンバーでこう話したりするんだけど、話したりっていうかそういうのがあるんだけど、見学あった気が、そういうの声出てた気がするけどね。あまたね、それはクリスマスになったらつけたらいいよね。うざいかな。あやぼみー、ライトお疲れちゃん、ありがとう。でもね、25のライブは決まっとるの。これなんやん、絶対って決まってるんだ。決まってる、こうやって決まってるんだ。ちょっと大人っぽいね、キラキラ決まってるの。このサンタ様どっかでつける。これよくつけてたやつだけど、片方どっかステージでなくして、1個しかありませんよ。これあと、これ美獣が取れてますね。この美獣、美獣キラキラ1個取れちゃったね。片方がなかなか見つかりません。あーまふーちゃんお疲れ様でした、ありがとう。スプリームお疲れさんでした、ありがとう。素敵なイヤリング、かわいいでしょ。さあ、つけて買っちゃったけど、いつつけるんだろうね。いつつけるのかわかんないけど、いつかつけるから。